はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、4月に入りましてですね、新学期が始まったり、入学式で小学校に入ったり、幼稚園に入園したりと、いろいろですね、新しい生活が始まった方多いんじゃないでしょうか。うん、えいしんくんもこの4月から3年生になりました。はい、はい、でよくライブ配信とかやって、えいしんくん得意な教科何ですかって言って、算数、そう、算数って答えるね。うん、で苦手な教科は何ですかって実はあんま聞かれないよね。うん、で苦手な教科あんの？国語の漢字です。そうなんだよ、そうだよね。うん、あの漢字のこう書き取りがもういやいややってるもんね。うんうん、時々泣きながらやったことあったもん。そう、うん、まあね、すごい量書くからね、漢字はね。うんうん、そんなわけでですね、うん、うちの奥さんがこんな面白いものを買ってくれました。うんこ漢字ドリルです。はい、日本一楽しい漢字ドリル。これすごいよね。うん、うんこ漢字ドリルなんだよ。ちなみに小学校1年生から6年生まであるんだって。ね、今年分は3月に発売されて、でね、結構人気なんだって。だからね、なくなっちゃってんだよね、あの書店によっては。そうだ、すごい人気なんだって。何がうんこなのかということですけども、この例文がですね、うんこなんですよ。めっちゃうんこ言ってきてる。大丈夫ですか？分かんない。今君が拾ったのは僕のうんこの一部です。怖い。ちょっとだけ見せるけど、こんな感じ。今のは読みだったけど、うん、あの書き取りとか読みとか書き順とか、このうんこを交えて勉強しましょうっていう。かつてこんな教材なかったよ。うん、どこが出してんのこれ。文教者っていうところが出してますね。すごいよね。覚えやすい独自の順序、見やすい書き順、全例文でうんこの使用に成功。全部うんこ混じってんだこれ。うわ、うん、混じってるって言っちゃって。例えば、予定の時間を過ぎてもうんこが届かない。届かなくていいよ。うん、自由帳でうんこをすくって窓の外に投げた。最悪。いや、本当にうんこを交えてですね、いろんな例文が出てるんですよ。でこれね、男の子受けするのはね、間違いないですね。うん、女の子は嫌かもしれない、これ。最後にですね、もう一つ例文を言って、この動画を終わりにしたいと思います。はい。ここまでの動画が面白かったなとか、楽しかったなと思った方は、ぜひ、いいねボタンお願いします。そして、ぜひ、お友達にも教えてあげてください。はい。チャンネル登録もよろしくね。うん、じゃあ、最後の例文いきますね。はい。体育の先生が、うんこをゴシゴシ磨いている。